ライローコウモリ。高確率でニパウイルスを保有するとされるコウモリ由来のウイルスとは、コウモリをレゼルボアとしつつも他の動物種へ感染することのできるウイルスを指す。コロナウイルス、ハンタウイルス、リッサウイルス属、ラッサウイルス、パラミクソウイルスかのヘニパウイルス、エボラウイルス属、マールブルグウイルスにコウモリ由来のウイルスが存在する。コウモリ由来のウイルスは、 昨今の進行感染症の原因として重要視されている。人においては直接コウモリから感染して進行感染症を起こすことは稀でマニカチクなどの媒介動物を挟んだ上で流行を起こすと考えられている。コウモリ由来のウイルスの電波経路としてはコウモリに噛まれた際の唾液に加え唾液、フ尿などのエアロゾルが考えられる。 狂犬病ウイルスのように、新たに出現してきたコウモリ由来ウイルスには、コウモリから直接人に伝播するものもあり、他にもエボラ出血熱で知られる、エボラウイルス、重症急性呼吸器症候群の原因である SARS、コロナウイルス、中等呼吸器症候群の原因となる MARS、コロナウイルスなどがある。狂犬病ウイルス感染から狂犬病発症までの潜伏期間は人によって、 大きく異なり、この間患者は感染に気づかず無治療となる。潜伏期間が長いことからコウモリに噛まれたことや接触したことすら覚えていない患者も多い。原因としては就寝中などで同じ空間にコウモリがいることに気づかなかったり、姿は確認していても噛まれたことに気づかなかったりすること、また閉鎖空間でコウモリの体液に触れることなどが考えられる。 ここで考えられる空間とは、コウモリが住みかとする洞窟に加え、屋根裏部屋、地下室、名や小屋など、人の生活空間も含む。コウモリのねぐら、生殖サイクル、移動、冬眠などの生活様式は、ウイルスに対する自然な感受性を生む原因だと考えられている。加えて、コウモリは他の哺乳類に比べ、ウイルスの持続感染率が高いことが知られている。 この原因は、コウモリの抗体の半減期が短いためとされている。人をはじめとした他の哺乳類は多様な免疫機構を持っている一方で、コウモリは同じウイルスに再感染しやすいことも示されている。血種類もハンタウイルスなどを媒介することが知られているが、コウモリは飛行能力や渡り、オサムトグロの関係で、血種類より広範囲に病気をばらまく可能性が高い。 加えて、ある種のコウモリは、人家の屋根裏をねぐらにすることを好み、そこから建物内へと入り込むこともある。一方の月シ類は、コウモリよりは居場所が地理的に限定されており、ある季節地下の穴で冬眠したり、避難所として人家やその他の建物を利用する。また、進化系列的にコウモリの方が人により禁煙であることも、原因として指摘されている。 人においては、直接コウモリから感染して、進行感染症を起こすことは稀で、マニカチクなどの媒介動物を挟んだ上で流行を起こすと考えられている。また、現在人で感染を起こしたことが確認されているウイルスは、すべて RNA ウイルスであることも指摘されている。SARS コロナウイルスの電子顕微鏡写真2002年に起きた 重症急性呼吸器症候群のアウトブレイク、また2012年の中等呼吸器症候群、アウトブレイクは、追跡の結果コウモリが元々の原因だったと考えられている。コロナウイルスは、プラスサの一本ぐリア RNA ウイルスで、コロナウイルス赤が、アルファコロナウイルス、ベータコロナウイルス、ガンマコロナウイルス、デルタコロナウイルスの4族に分けられるが、このうち、 アルファとベータがコウモリ由来とされる。狂犬病ウイルスとリッサウイルスは同じクラブドウイルス化に属する。狂犬病を媒介する哺乳類はコウモリだけでないが、コウモリがこの病気を伝播することは広く知られている。例えば、アメリカが死州国ではコウモリが狂犬病の感染源として最多であり、1997年から2006年までの死亡例19件のうち、 17件でコウモリが関係していた。ただし、狂犬病による死亡例の原因としては、病名にも含まれる犬が圧倒的多数である。アークティック・レイビースウイルスは、北極ギツネをホストとして、北極圏に広がっている。リッサウイルスもコウモリからの分離が報告されており、臨床症状も狂犬病ウイルスに似る。月肢類、トガリネズミで検出される、ハンタウイルスは、 二種のコウモリからも検出されている。ムーヤ州ウ,ウイルスは、西アフリカコートジボワールのムーヤ州村近くで、捕まえられたバナナパイピストレルから単離された。マグボイウイルスは、2011年に、シエラレオネのマグボイ川近くで捕獲された、ミゾコウモリ科のナイステリスヒスピダから単離された。どちらも一本鎖のマイナス 3RNA ウイルスで、ブニアウイルス科に属している。 フィロウイルス属は、人やサルで出血熱を起こすことで知られ、マールブルグウイルスやエボラウイルスが含まれる。マールブルクエボラ両、ウイルスともコウモリ由来と考えられ、サーズコロナウイルスと並んで、人から人感染を起こすことで知られる。ヘニパウイルスは、パラミクソウイルス化に含まれる属で、ヘンドラウイルスとニパウイルスの二つが特に知られている。ヘンドラウイルスは、 大コウモリが自然宿主と考えられ、またニッパウイルスはコウモリからの感染が示唆される、症例が報告されている。ありがとうございます。